以上。はい、それでこちらが仙台駅周辺ですね。でこちらがパルコ でこちらがロフトで、こちらがパルコ2です。画面の中央に見えるのが先ほどいた仙台駅前です。ちょっと立ち寄りたいところがあるので寄り道していきます。実は以前この通り沿いのマンションに住んでいたことがあり、懐かしく思い立ち寄ってみました。これから楽天のスタジアム方面に向かうため、仙台駅東口方面へ向かいます。西口方面は人で多くにぎわっているのに対し、東口方面は割と静かになっています。はい、楽天イーグルスのスタジアムに来ました。あちらに見えている建物は今年甲子園で優勝した仙台育英のキャンパスです。ここは楽天イーグルスのチームショップですね。なんかやればいいじゃん。春日のダスでもいいし、なんかチューリンギのダス、お前知ってたらやってもいいし。嘘、アニオタ？わけわかんない。今の進化したかな。いや、しかし仙台育英から近すぎ。まあ、それ甲子園も優勝するわな。てか、仙台育英出身で、なんだろう、楽天に入団したらさ、そうだよ、ほぼほぼそんな生活変わんないよね。そうだよ、ただに収入が上がるだけだから。そうそうそう、ただ美味しいだけなんだよ。プロ1年目でもう800万とか900万もらえるんや。サッカーもそうだけど、ここの試合はね、2回か3回見たことあったんだよね。あ、そうなんだ。学内名リストみたいな、そうそうそう、回ってきたでしょ。 あれでなんか無料のやつだったから家族呼んで俺見に行ったよ。俺も呼んでくれよ、そんな。自分で見ろよ。ここは仙台市の陸上競技場だから行こうぜってなるやん。はい、こちらが先ほど映っていた今年甲子園で優勝した仙台育英ですね。ものすごく綺麗な校舎です。でこれはやっぱ西洋風の雰囲気がめちゃくちゃ強いですね。そしてこれはフットサルのフィールドでしょうか。あとテニスもありますね。いや、これはやっぱりスポーツにかなりお金をかけてる感じがします。ちょっとさ、いや、今年の一番の仙台育英のネタとは何でしょう。え、甲子園優勝じゃないの。はい、その通りです。何のためもなく普通に答えますよね、今。これから各チャンネルもますますのドリルチャンネル名違うでしょ。すみません、皆さんよろしくお願いします。ハリフト。かっこよくね、やっぱキャンパス。これハイスクールのキャンパスってやっぱなんか大学のキャンパスに近いよね、雰囲気というか。いや、田舎にあること自体はちょっと。まあ、土地安いから、まあ、こういう設備ちゃんと整えられたんだろうね。なるほどね。というわけで仙台育英でした。夕食は広瀬通り一番町にある北京餃子でいただきました。
今日とりあえず宿舎としてオールしたカラオケピック行こう。現在朝6時。お、眺めいいな。てかだいぶ舗装されてない道路。この道路はしばらくずっと工事してたんですけど。ああ、確かになんかそんな記憶がある。もうある程度工事も進んで、うん、やることやった感じですね。めっちゃまんまやん。あ、特にこっち側が工事してたんですよね、うん、ずっと。あ、てかほんと綺麗になってるね、道路。うん、ギターとちょっとしたら同じような流れになる可能性があって突発的にみたいな。そうですね、やらないのやらないのって言うと押されている。やらないギター出してる時に近いよ、私寝る容器を。どうしたの。おー、ユニクロ。ここもね、よく買い物来たからね。あ、そうそう、丸善書店あるからね、ここ。もともとポケモンセンターこっちにあったんだけど、実はこっちに移転したっていうね経歴が。で、こっちがクリスロード。マルゼン書店はもう我々の時から不動です。あの、16って本知ってる？16って本。あ、はいはい、あ、めっちゃ分厚い相対性理論のやつ。あ、はいはい、あれ見た時笑いそうになったわ。まあ、ここはもう学問の街ですから、ね、すごくない、うん、まあ、ないんです。てか駅前って専門学校めっちゃくちゃ多くない？専門学校は例えば何？いや、医療系とかビジネスとか国際系とかさ。あ、そうなの、ね、俺住んでたところのすぐ横にもなんかあったよ。へぇ、ようこそ仙台、ヤギ。ナレーションバスガイドみたいな、ナレーションいや、暇だったから。懐かしいな。そう、ここの通りって何かしらもうほぼ毎週のようにそういうイベントとか、うん、あ、俺映った。いや、あの、アゴサしか映ってないから。え、これはどうします？まっすぐ行かずに曲がって、青葉山、行こうか。さあ、行くぞ。こっから、こっから。あ、でもそうだね、なんかこの道からでもなんか行けるんじゃない、バイパスみたいな。こっちは青葉通りだっけ、
か、ここら辺でなんか食べたいの、なんか何も食べずにずっと歩くって、なかなかすごい、まあ、でもいいけど。Thank you.
ちらが青葉山駅でクリッと回って、こちらが工学部キャンパスで、そしてこっち側が医学部キャンパスです。はい、こちらが東北大学の理学部キャンパスと薬学部キャンパスになります。でこちらに見えるのが主に物理学科が使うやつで、こっちが地学専攻。こちらがキャンパスマップ。よいしょ。こっちの先にある窓口でいろんな手続きとかをやります。でここ広場で、こちらが購買とか食堂だったんですけど、今工事中みたいですね。でこの先に真夏のビンゴ大会ができる薬学棟があります。一番奥のやつが、違う、球理学棟で、まあ、こっちもたまに授業で使ったかな。まあ、だいたいこんな感じですね。現場がそう、真夏にその W 君とここを散歩してて、で薬学棟がね深夜2時に歩いてたにもかかわらず全部光灯ってたんよこれ全部 で W 君が全ビンゴをつってソスケンのシーズンとかじゃなくて、あ、いや夏くらいだよ。あ、夏でだから真夏のビンゴ大会ってそういうことだよ。あ、そうか、真夏か、真夏。しかも夏休みじゃん。あ、夏休みにここうろうろしてたら研究棟全部深夜2時に灯ってたんよ。伝説じゃない？なんかここもそっぽいよね。どうなんだろう。いやそれはないか。そうかもね。なんかね、東大の方がだいぶ緩いね。東北大より。ブラック研究室少ないとは思うんだけど、やっぱある。うん、聞く。ではここジュージューでランチを食べたいと思います。
葉通り。ここは青葉通り、青葉通りでございます。こちらが本部のある片平キャンパスですね。はい、以上。こちらが有名な金券、卒業したらスーパーエリートと呼ばれています。もっと具体的に言ってみた。どういう理由でスーパーエリート、どういう就職先なのか。それ言ったらアウトじゃない。はい、それでは2日間の旅が終わりまして帰宅します。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。